北海道遺産は北海道に関係する自然、文化、産業などの中から次世代へ継承したいものとして北海道遺産構想推進協議会が選定した有形無形の財産群であり67件が選定されている。北海道遺産を活用することで北海道民自身によって北海道に新たな活力を生み出す町おこし運動を北海道遺産構想と呼ぶ。 北海道遺産構想推進協議会は、北海道遺産構想を推進するために設置された民間主体の機関である。北海道遺産の目的は、北海道ならではの価値を掘り起こし、観光などへ活用することによって、それらの価値をさらに高め、将来へつなげていくことにある。1997年4月に、当時の堀達也北海道知事により提唱された、 北の世界遺産構想が始まりである。同年8月に北海道町内に設置された北の世界遺産推進方策検討プロジェクトチームにより1999年5月に発表された報告書によって北海道遺産構想の枠組みが出来上がった。1999年から2000年にかけて北海道が北海道遺産の候補を公募した。 2001年に設立された北海道遺産構想推進協議会により北海道遺産が選定され、同年10月22日、応募総数約1万6000件の中から第1回選定分の25件が決定した。2003年、第2回選定分の候補が公募され、応募総数9107件の中から2004年10月22日に、 第2回選定文27件が決定した。北海道遺産物語は、北海道テレビ放送が放送していたテレビ番組で、ある。毎週、北海道遺産を一つずつ紹介している。2002年4月から開始し2007年3月24日で、一旦終了し、同年4月21日から2009年3月28日まで、北海道遺産物語第2章として放送された。 なお、番組はインターネットおよび NTT ドコモのフォーマ端末での配信も行われた。ありがとうございます。